ヤッホー。ちょっとお腹鳴るかも。今日めっちゃ。寒いよ。夜ご飯まだです。暖房つけようか迷ってる。でも結局こたつの中に入ってたらね、温まるんよね。全国的に寒いのかな。本当よ。暖房ね、なんかね、乾燥するよね。そうだ、 2.5 期ちゃんが昇格した。昇格まだ、え、した決定しましたね。パチ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 、おめでとう。決定した。あれか、2期と同じ感じ。決定はしたけど本当は、本来はみたいな、男の秘密みたいな。ね、おめでとう、おめでとう。やったやったやったね。みんなの頑張りが達成したんですよね。さらに昇格したことによって、さらに活躍の幅が広がる。なんか楽しみですね。嬉しいね、嬉しい嬉しい。ありがとう。ね。とても嬉しいです。三つ編みだよ。イエーイ。めでたい。本当めでたい。本当めでたいね。嬉しい気持ちです。リプしちゃいました、おめでとうって。公式に、公式の、公式さんにだけど。
おめでとうって伝えたくて。どこに伝えようってなって、公式公式に伝えた。そう、ちょうどね、配信始まるまでなんか何しようって思ってて、そしたらちょうど昇格決定しましたってとかバーっと思って、あ、東京でなんか公演あったんよね、今日ね。普段広島に来れない方がね、また足を運んでファンになってくれるチャンスが増えますね。コラボも始まった、すごいすごい、めっちゃずっとなんかそういうコラボとかしてるイメージある。こんばんは。そうね。ふわ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 。いや違うのよ、ほんと最近なんか最近泣き声がなんかあるんですよね。最近泣き声があるんですよ。泣き声を言わな。嫌ないかんの。なんだか。全然落ち着いてるのにルンルルルンルンルンみたいな言ってしまう。なんかルン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 ってさ、嬉しい時に言うやつやん。なのになんか落ち着いてる時にルンルンルンランランランみたいな。
そういう時ないですか？そういう時あるよね。あるある。あるある。なんかあるよね、あるあるみたいな。ないない、あるくない？あるあるみたいな、ないない。あー、こういうのあるあるだよね。でもないないだね。それを最近ね、 TikTok のやつで撮影したから、いつか上がるよ。あ、そう、今日も上がった。昨日も。見た？そう。すぐ覚えれる。5回、昨日のはそう5回ぐらい見て覚えたの。そう、音楽を鳴らして踊るんよね。音のなんだ。でもなんか TikTok ってその音源の振りってなんか合っとるか分からんよね。とりあえず振りこれかなみたいなので覚えてやってるけど、なんか合ってるとかなさそう。でもなんか流行ってるのはみんなするもんね。それにそれを投稿したりする。あ、そうだ、千代さんが始めたんだ、新しく。毎日21時に更新。あーちゃんも更新されとる。今何をしている？今何をしている？何をしているかな。配信しています。毎日21時。すごいね。めっちゃ可愛すぎた。あ、サイアンは始まらないかも。あ、目標ね。目標か。
TikTok ね。でもさ、なんだっけ、一昨日いっぱい撮りましたよ。だけんね、公式にね上がると思う。そう、私シュール系多いんだよね、なんかチェック。あ、でも可愛いのもあるか。可愛い系のもあるよね。でもシュール系も結構あるよね。ああ、TikTok ライブか。すごいな。そういう、私、インスタライブもしたことないな。あ、個人で。個人でしたことない。あ、あるか。コラボがあるか。個人で。個人でしたこと。公式のとコラボはあったけど、なんか緊張しそう、インスタライブ。でもショールームもね、なんか時々なんか緊張する時ありますよ。よくわからんけど、なんだかな、なんかね、半年に1回ぐらいはある、そういう時期が。緊張するみたいな。多分様子おかしいと思う、その時ね。そうよ、1500日しててもあるんだよ、そういう時期。うん、そわ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 して様子がおかしいだけあるかも。とか一日しない時も、1日半日しない時もなんか結構久しぶりな感じはするけどね。コメント緊張する時あるの？見てる方も緊張することある。へえ、そうなんだ。お互いなんかこうそういう時期があるんですね。普段はね、リラックスしてるけどね。配信そうね。
考えて、うん、5時か、確かに自分で打ったやつが星とかになったらちょっとだよね。サイヤの表情がマジな時マジマジな時やりますか。確かに切ないよね、欲しいなったら。でも欲しいなっても結構分かる時は分かるけど、分からん時の方が少ないかも。あー、ナイーブな時、確かにナイーブな時はあるね。センチメンタルサーヤンの時あるよ。センチメンタルサーヤン、ふふ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 。そうそうそう、やっぱ毎日配信しとったらそういう時期もあるね。そういう日も、投票、あ、投票、何の意味もない投票してる。何の意味もない、何の意味もない。痩せました、痩せましたかね。どうだろう、体重計測ってない。うんうん、痩せましたか。髪結んでるからか、そう見えるのか。ふう、でも最近めっちゃ食べてたけどね。めっちゃ食べてたけど。なんかね、足がね、足がね、細くなった気がする。なんだか、多分、多分気持ちね、気持ち。何が美味しかった？韓国？チャプチェ、チャプチェ、あとチキン、チキン、韓国のスパイスがしっかりあった。うん、あとは
あれなんだっけな、なんだっけ、あ、カルビ、カルビ、なんかね、韓国では結構一番人気ぐらいに、そう、そう、ハサミできるやつ、骨付きカルビかな、めっちゃ美味しかったっけど、いや、サムギョプサルも美味しかったけど、それよりカルビが一番美味しかった。小皿はめっちゃ出てきた。なんだっけ、箸は銀色だった。あれなんか意味があるんだよね、なぜあんな銀色の箸なのかって。意味あるんや。なんだっけ、あとなんかあったんや、タピオカも美味しかったし。あとね、なんだっけ、なんていうお店だったかな、なんかあったよ、お肉で、全然出てこない名前が、お肉の名前が、でもお肉、そう、海苔に挟んで食べた、ごま油とかつけたり、あ、韓国海苔、あと、ニンニクの刻んだのとかと一緒に食べた。焼肉の、そう、名前忘れた、でも焼肉、確か、ごっそり記憶がなくなった。サムギョプサルではない、あ、写真撮ったの、写真撮ったんだ、あ、これこれ、なんだっけ、なんだっけ、これなんだっけな、ユッケ。
美味しかったよ全然出てこなかった雪が。クッパ食べてない。クッパ私も好きなんだけど。でも日本にもいっぱいあるもんね、韓国料理屋さん。そう、なんか韓国海苔に巻いて食べた。確かに焼肉じゃないねすいません、もう全然記憶がさごっそり抜けたんよ。そこだけ美味しかったっていう記憶はあったけど、確かに海苔焼いてないですね。ニンニクと合わせても美味しかった。今日私前髪薄くない？でもいい感じじゃない？でもいい感じじゃない？なんかお腹空いてきたかもしれない。厚前髪、厚前髪は初期の頃厚前髪だった。しかも1年ぐらい。でも前髪薄くするだけでさ、なんかちょっと垢抜ける感じする。そうない、今風ってことか。おしゃれだよね。なんかでも前髪重ための方が好きな方もいるよね。その方が似合う人もいるし、おでこ出しみたい。おでこ、え？おでこ出しみたい。なるほど。なるほど。ボブにしたから、そうね、似合うかな。ボブにおでこだし似合うかな。
ちょっと一旦挑戦してみる時もあるかも。そういう気分の時あるもんね。なんか今日ちょっといつもと違う感じがいいなみたいな時。ストレートがいいなみたいな時とか、今日は泣きとかあるもんね。今日三つ編み。やってみた。髪切りたいなって思ったことはないかも。髪切りたいなー、ん？切りたいなーって。髪、あ、そう、髪切ったのはいろいろ理由があって切ったんですよ。理由なくは、どうだろう、思うのかな、これから。理由があった。ヘアアレンジによってメイク変えること、いや、ないかも。え、髪切った理由は、あれ、そう、話したことあると思うんですけど、弱い自分を捨てるためです。弱い自分を捨てるためと、あとイメージチェンジしたくて、イメチェンです。あとアイドルのうちに一回切ってみたかった。そういう理由があったんですよ。いろんな自分を見せたかったし、残したかったですよね。え、実際ね、切ってみたら意外と好評で嬉しかったけどね。
そうなんや。そう、意外と怖いよ。ずっと言ってるよね、意外と好評でした。いや本当に意外だったのよ。切った時だって自分はやっぱり似合わないかもと思ったもん。髪切ってみて、あ似合うなとか思わんかった。だけん結構今の自分レアかもよ。今私をリアルタイムで応援してくれてるみんな。レアだよ。そう、一旦伸ばすよ。伸ばすか。なんだっけ、11月後半に切って、2ヶ月半ぐらい経ったんか。思ったよりちょっと伸びるのはそんな早くなかったかも。すぐ伸びるんだろうなと思った。あ、そっか、時々整えるときにちょっと切るもんね。それもあるかも。2回ぐらいいったもんな、確か。そう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 。人並みよりかは早いかもしれない。美容院は頻度はね、時期によって変わるかな。なんか気になったら行くって感じ。自分の髪調子悪くなってきたなと思ったら行く。今調子いいかも。今日前髪めっちゃ巻けてない？冬はね、結構大丈夫。梅雨とか。夏。梅雨とか。そうね、ちょっと自分の髪質的には向いてないよね。湿気さん。自分の髪質的にはね。
今お腹空いたのとお腹空いてないの中間にいるわ。そういえばおにぎりがあるんだった。もらったやつ、差し入れのでもらった。夜ご飯はまだ食べてない。おにぎりってさ、消費期限あると思う？え、ある？あるんだ。なるほどね。確かにお米ってそうだよね。持って2日。オッケー。オッケー。賞味と消費違うもんね。そうなんだ。そうね。ああ。ふむふむ。卵とか入ってたらなんかもう、あ、ダメだなと思うけどね。
ね。え。卵怖い。ああ、生卵、生卵だったら。確かに割ってないやつ結構持つよね。そうだね、そう考えたらすごいね。あとヨーグルト。ヨーグルトも当たった。キムチはね、味変わるから、ね、時間経ったら味変わるよね、キムチって。期限が迫る前のキムチの方が味は好き。どうなの？なんか、うん。迫ってるキムチ、なんか違う。買ってすぐのキムチ美味しい。豚キムにしたらね、多分そんな変わらんのやけど、普通に食べた。なんか違うな。気づいた。だから焼肉キムチ必須。韓国のキムチなんかちょっと酸っぱい。酸っぱかった。そう、私はそう辛いか甘い中辛だったら中辛が好き。辛さは確かに辛かった。あと、時間経っても辛いぐらい。でも美味しい。韓国よりはもう少し甘い。あ、日本のキムチ？私がよく食べとるキムチは全然辛くないもん。逆にすごい作っとるの？辛くない気持ち。
ちょっと辛いけど。そう、私甘い、辛いのも好きだけど甘いのは、よく食べるね。渋い、渋い、苦いってこと。コーヒー、コーヒーは、砂糖2つぐらい。ブラックコーヒーに砂糖2つくらいがちょうどいいよね。ミルクなしの。一つ入れて、もう一つだな。ミルク入れん方が、いいかな。え、砂糖が体に悪い。そんな、そんな体に悪いの？ジュースばっかり飲んでるけど、私。ジュースばっかり飲んでるよ。あ、取りすぎはってことね。韓国のジュース、あ、あれ、ピーチティー。をコンビニで買って甘かった。カロリーゼロって書いてあったけど甘かった。美味しいってなったけど。謎の甘さ。謎の甘さがあったの。だけど私何回も見たよ、カロリーゼロだよねって。何回も確認したけど、逆に危ない、逆に危ない。バレンタインクエスト購入しちゃいました。え、嬉しいですよ。あとはあれよね、チルソンサイダーが結構主に飲んでたよ。コーラの時もあった。今日はコーラ、次の日は今日はチルソン。なんかね、サイダー韓国の有名なサイダー
見慣れたコンビニ、うん、セブンがめっちゃ多かったけど、日本っていっぱいあるよね、コンビニ種類が。なんかセブンばっかりだった。うん、どうだろう、私が見たのはそんな感じだった。品揃え、うん、いいよよかった。日本でよく見るお菓子とか、これはあれか、なんとかお金まだ持ってる、どうしようと思ってる。あ、それそれ GS25、おにぎり、おにぎりね、うん、種類あった。キンパが多かったか。でも日本もキンパあるもんね。うん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 、でもキンパなんか辛そうでさ、勇気出なかった。買う勇気でなかった。うんうんうん、お母さんの作るツナキムチキンパが好きなんだよね。うん、オリジナルメニューだからどっかで見て試しに作ってんか分からんけど、美味しいよ。私がめっちゃ美味しいって言ったら、週に1回ぐらいのペースで作ってくれた。また食べたいね。あ、最近また連絡取ってない。確かに、レシピ聞いておこう。でも明太パスタも捨てがたい。明太パスタなんだっけな、マヨネーズとめんつゆって言ってた。
和風というか、たらこパスタの時さ、いつもお供にねホットドッグがついてくんの。そうホットドッグがついてくる。そうそうそう、いつもともあり。これは食べれるのかって不安になるけどね、食べれるんよね。しかもこのバターロールみたいなこの丸いのに切り目を入れて、ソーセージ入れて、マヨネーズとケチャップつけて食べるんよ。それが2個。私は1回1個食べて、ホットドッグ1個食べて明太パスタ半分いって、でホットドッグいって、最後にまた明太パスタ。でも交互に食べる時もある。うん、すごいでしょ。すごいね。でも美味しい。うん、うん、ね、つもお店みたい、お店みたいだよ。食欲なくても出てくる。うん、コロッケの時はいつもキャベツの千切りと一緒。オムライスの時はソーセージのコンソメスープみたいな。一緒。コロッケは俵、うん、そうポトフみたい。豚の生姜焼きの時はキャベツの千切り。の千切りなんか毎日あるかも、もはや。365日あったかも。そう、千切り大変なのに。それ言いよった。手が腱鞘炎になるわって言った。お母さん、手が腱鞘炎になるわ。そうそう、
母さん可愛いよ。とてもチャーミングだと思います。ね、性格、性格ね。でね、そう、この前カーヤンが休みの時あって、私が帰省してる時に、ね、休みの時あって、で部屋におったんよ。そしたら「何しとるん?」って言われて「何もしてない」こっち来て喋ろうみたいな。可愛いよね。そうそうそう。オッケーって言って、オッケー。ふふ。でドラマ一緒にドラマ見るんよ。でもドラマ始まってからもうなんかずっと話してて、話がちょっと一段階レベルが上がったらちょっと止めてみたい、止めて話すって。全然進まんみたいな。ドラマそう、結局どうなったん、これはどうなったん。好きなドラマ、うん、似てる。今はね、今は今見とるのは。隣のナースエイド、かわいいさん主演の、と正直不動産2。あとなんだろう、んー、なんだっけな。あとハリーポッターハリーポッターみたい。うん、勉強になる。あ、さよならマエストロはちょっと
貯めてる今。面白そう。そう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 。ちゃんとね、ちゃんと見ようと。不定期説にも程がある。面白い。え、何それ。録画してない。もう5話ぐらいいったやろ。そうなの。まだ間に合う。わかりました。やばい。とりあえずね、とりあえず全部ね録画すんのよ。なんか番組表で見とって、で、始まるやつを録で自動録画かにしてる。で、休みの日に見るんよね。あと夜中とか。なんかお風呂入って髪を乾かしてる時がめちゃくちゃあり余るんよ。その時に見たりする。ドライヤーしながら。そう、音聞こえん。うん。音聞こえん。字幕で確認してる。だけあれよ、大半は休みの日にいたりとか、あと配信終わってお腹空いてたらポテチ食べながら見てる。で、時々笑ったり泣いたり。出るのよね。ポテチ食べながらサヤン見るか。見てる方いるかな。4。おお、おお、見れるじゃん。ポテチ食べてる人いますか？え、いた。海苔食べてる。海苔。ガム、グミ、飴、つけ麺。つけ麺抹茶チョコ。かわいいね、なんか。え、ピザ。
アイスね、この時間のアイスいいよね。チョコ、チーズケーキ。やばい、全ほぼ全部びっくりして。ヨーグルト、え、すごい意識高いです。ラーメン、なんかいろんな方がいるんだね。ごめんごめん、今から牛丼に行こうと思ってる。今から24時間だもんね。なんか牛丼って、うん、おー、え、酢豚、いい線いってるね。今からね、今から、今から、やい、私もそろそろ食べようかな。何かポテチ食べようかな。ポテチ食べようかな。え、ラーメン屋さん24時間すごいね。やばい、取れた、取れたよ。ねえ、かわいいね、なんかリボンのやつ。確かに。つけてみた。おしゃれ。ピアス、イヤリングです。おろし、ボサボサ。ねえ、ピアス開けるの怖そう。怖くないの？
痛そう。何しても可愛くて悔しい。悔しい。面白い。開けんでいいか。病院だけ、あ、病院で開けてもらった。あー。ちゃんと消毒してもらえるみたいなやつか。安全だね。痛みに強そうに見える。めっちゃ弱いです。痛みにめっちゃ弱いです。そうなんだ。自分で痛そう。1週間消毒。私の耳絶対ここなんか詰まってるもん。なんか詰まってるから絶対痛いもん。そう、なってる。弾力があるの。なんか。弾力があるんですよ。でもピアス可愛いの多いなと思うけどね。イヤリングはもうこのね、ここにネジがあるんよ。このネジを一番この一番なんていうんか、一番遠くする。一番遠くする挟むやつの。あ、そう、緩めとく。緩めてつけてる。絶対痛くならん。落ちる可能性あるよね。でも取れん。取れん。あ、そうそう、重たいやつは取れる。なんか髪に絡まったりしたら
ステージで落としたことは、2回ある。いつだったか。PR 舞台の時。PR 舞台の時の、あの新しい衣装の。新しいっていうか、あの水色の衣装、あれふん、あーなんかね、ふんふむ、うん、拾うとかはあるけどね。髪の毛伸びた、伸びましたか、私伸びてるのか。伸びとる？私分からん。肩についとるけ。確かにこんなに肩についてなかったかも。毎日自分のこと見てるけど、伸ばすよ。グッズあれだよね、髪短くして初のグッズかな、出たよね、バレンタイン衣装みたいなやつ。今日メールで送ろうとして忘れとった。見つかんだ。新春福袋はまだ届かない。嘘。予約した。あ、2月末か。なんか去年も2月末に届く新春グッズだった気がする。2月か3月か。あ、新春グッズが バレンタイングッズは3月に届く。黒いのね、珍しい。黒に赤いバッグ。ちょいずれです。あれ2月かいな。3月かな。2月3月
4月、3月、3月楽しみ、出るのが。抱き枕、抱き枕カバーまだ買える？え、どうだったっけ。え、そうなんや。コラボの開催期間2月17日だけど、ってことはまだだよね。予約はできる。2月17日から3月10日までコラボ期間でも届くの5月なんだね。まだ予約できそう。もうすぐだね。あと1週間後ぐらいか。アニメートで3年 STU。 5月か今改めて思ったけど、5月ってもうすごいね。うん。もう撮影したのがね、結構前だったんだよね。だから私すごい、あ、そうだったんだって思っちゃう。写真集発売前だったから、だいぶ前だね。やっぱ前々からこういうのって準備があるんだね。準備がすごいわ。5月はツアーか。かわいかった。うん、そんな前。しかも私撮影一番目やったんよ。うん、髪長い。ちょっと寝起き、顔がグッズもちょっと寝起き顔。うん、だいぶ朝だったん。だけん途中でなんか高尾起きてるって顔来てる言われたもん。目に力がなかったんかな。目力、ちょっとだけ目力つけんと。ちょっと、いや、起きてましたよ、ちゃんと起きてましたよ。
も確かにちょっとなんだろうねコンディションはどうだったろうか、気持ち的に。ってとこはあったかもしれん。目力大事やね。どうしよう、11時ぐらいに終わろうかな。朝一なんか、ね、その日朝一撮影してそのまま東京行ったの。思い出した、あの頃はなんか咳が止まらなかった時だ。そうでございます。咳が止まらん時期あったんや。心配かけました、あの頃は。うん。そう。1ヶ月ぐらいかな。1ヶ月ぐらい。全然もう大丈夫。そんな頃もあったねって言える日が来る。そうでございます。ポテチ食べるか。おにぎりもね。ほわ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 。ありがとう。
怖って言ってる人初めて見たって言われて、急にちょっと現実味を帯びてきた。恥ずかしくなっちゃった。いいね。で、配信だから。配信だからね。ファンの方しか見てないし。ファンの方しか見てない。自分に言い聞かせている感が、またこれから何するんですか？私の配信が終わった後は何するんですか？お風呂に入る。え？ああ。すごい、いろんな方がいますね。めっちゃ面白い。そうなんだ。へえ。笑い方がそうやん。笑い方がそうやん。英会話してなかった。後でするから。後でするわ。今する？わかりました。今します。絶対せんやつやもんね。後でするわ。後ですれば絶対せんのよ。
一番難しい問題に挑戦しよう。マジ？文を完成させてください。ザッツホテルイズ丸丸。え？あ、ビューティフォー。ああ、Is that the bus to the hotel? ん？あ、to the。 わかった。えっとね、that's？ ん？あ、答え二択だった。A salad and a tea please。 か、 Yes that is the bus to the hotel。 で、こっちや。 The train to Toronto is fast。 え？ The train to Toronto is fast。 ん？ トレイントロント。The train to Toronto is fast。 トレント、トレント。トレント、トロント。 The train to Toronto is fast。 トレント、トロント。トレン、 The train to Toronto is fast。 トリント、トレント。もう分かんない。トリント、トレント。 The train to Toronto is fast。 Is fast。 待って、カメさんマーク。 The train プリン to Toronto is fast。 プリン、待って。The train to Toronto, Toronto is fast。 Fast。 トレイン、すいません。もうごめん、もう、はあ、Is train Toronto to the fast?ファースト？早いですか？トロントまで行く電車は早いですか？ The train。 ん？ Toronto toFast。 本当？ The train to Toronto is fast。 Is か？ Is fast か？ Fast to is fast。 え？ え？ そういうことか。 The train とやったんか。The train to Toronto is first。 引っ掛け問題これ。ん？ Is the train to Toronto first？ 同じことや。 Yes the train is very fast。 That is my new book。 絶対こっちや。 Yes the train is very fast。 はい、電車、この電車はとっても速いです。 Is this the train to New York? Is this the train to New York?
Is this the train to New York? Is this the train New York? Is this the train to New York? Is this the train to New York? The train. Is this the train to New York? To New York. The mall is near the zoo. 訳してください。The mall is near the zoo. モールは動物園に。近く、動物園の近くにあります。Is this the train to Tokyo? あ、さっきと一緒。 Is this the train to Tokyo? This. Is this the train to Tokyo? The train. Is this the train to Tokyo? To Tokyo. Is this the bus to the supermarket? Is this the bus to the supermarket? スーパーマーケットまで行くバスですか？これはスーパーまでのバスですか？5問連続正解の記念にケーキをどうぞ。Excuse me, where is the new bus station? なんかリアルだね。Excuse me, where is the new bus station? Excuse me. Me. Where is? Excuse me, where is the new bus station? New. Bus. Big. Big. Bus. Station.Excuse me, where is the? Where is the new bus station? The が抜け取った。This is the bus to your hotel. え？このバスは？え？え？あ、そういうことか。あ、これは。わかったぞ。イエーイ。The train to New York is fast. わかった。電車。ニューヨークまでの電車は早いです。あ、前に間違えた。 The train to Toronto is fast. これは2よ。 Excuse me, where is the new bus station? ザでしょ、ザ。 The. Where is the? ザが大事。イエーイ。リスニング界のエースだって。イエーイ。
終わり。今日の分終わり。3日連続だって。イエーイ。明日も頑張る。スキップ。夜更かし宝箱そんなのあるんだ。レジェンドになれるかな。お、これか。なんか宝箱獲得したよ。よし、ありがとうございましたじゃあバイバイ。バイバイ。ありがとう。おやすみ。おやすみ。おやすみ。バイバーイ。またねー。よいしょ。